それを毎日少しずつ訓練することがとても大切だと思います。それぞれがお互いを認め合いながら伸び伸びと成長しています。私はピアノ専攻主任の大場文江です。私は東邦音楽大学に入学なさった方たちには楽しい4年間を過ごしていただきたいと思っています。楽しいというのは言葉を言い換えますと喜びにあふれたと言えるかもしれません。学ぶ喜び、知る喜び、達成する喜び、つながる喜び、出会う喜び、本当にたくさんの喜びを携えて社会に出て行ってもらいたいと願っています。では初めに東邦音楽大学の特色ある教育を2つご紹介しましょう。まず1つ目はこのテキストです。ピアノ専攻ですからピアノの演奏力を高めることが最も重要だと思います。そのためには基礎的な奏法を見直し、そしてそれを毎日少しずつ訓練することがとても大切だと思います。そこで東邦音楽大学ではこのテキストを作成しました。このテキストは学生が全員所持して毎日活用しています。このテキストは手の訓練をするだけではなく聞く力、それから思考力も高めて、そしてそれを表現へつなげていこうということをコンセプトとした大変優れたテキストです。2つ目はウィーンでの2週間の研修です。ウィーンでウィーンを国立音楽大学の先生にレッスンを受けたり授業を受けたり、それからモーツァルトやベートーベンの足跡をたどったり、コンサートに行ったりオペラに行ったり、また美術館を巡ったりと大変魅力あふれるプログラムになっています。残念ながら今年は新型コロナウイルスで今のところまだ実施されておりませんけれども、可能になればすぐにでも再開する予定です。では次に定期試験についてお話ししましょう。定期試験は年に2回2月と8月に実施されます。4つの時代様式に分けまして、2年生までは古典期とロマン期、それからバロックと近現代と全てを学ぶことになっています。3年生からは自由曲になっておりまして、それぞれが深めてみたいと思う時代、そして作品に取り組むことになります。演奏時間は12分です。4年生の最後の試験は卒業試験ですので、これは演奏時間が20分になります。そしてまたそこで演奏する曲の作品の背景などを調べたレポートも提出することになっております。この春卒業した学生たちも2月に卒業試験をいたしましたけれども、みんな長くて難しい曲に取り組んでそれを立派に演奏しました。私はそれを聴きながらこんなにも成長できたのかと熱い思いがいたしました。では最後に授業についてお話ししましょう。ピアノに関わる授業はピアノのためのソルフェージュ、これは初見と一聴を中心に行っています。それからピアノアンサンブル、これは連弾と2台ピアノですけれども、さまざまな時代の作品を取り上げてそのアンサンブルの醍醐味が味わえるとても楽しい授業です。ピアノ伴奏法はピアノを弾くものとして伴奏のスキルは大変大切なものです。このスキルをしっかり身につけるためにプロの演奏家を招いて一緒に授業を行っています。その他ピアノの指導者を目指す方のための教育学入門ですとか、それからチェンバロ研究といった多彩な授業が繰り広げられております。東邦音楽大学の学生たちは真面目で優しくて努力家、そしてそれぞれがお互いを認め合いながら伸び伸びと成長しています。これは教員も含めた大学全体の雰囲気とも言えるでしょう。どうぞ皆様、東邦音楽大学でたくさんの喜びを見つけてください。一緒に4年間楽しく過ごしましょう。